カッパ園長グッズ第4弾、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カッパ10袋カッパ園長です。じゃあ今度はね、ほら話題になってる中国にね、日本人のこの個人情報ダダ漏れの LINE があるじゃないですか。このニュースがもう海外でも話題になっていてね、LINE の利用者個人情報に中国からアクセスできたらしいぞと、まあちょっとした騒ぎになってるというかね、ニュース部分はもういいですよね。もう一個のチャンネルの方でも僕何回か取り上げてお伝えしてるんで、もうさらっとね、通信アプリ大手 LINE の利用者の個人情報などがシステムの管理を委託されてた中国の会社の技術者からアクセスできる状態になってた問題ですよね。実際中国の技術者から少なくとも32回日本のサーバーにアクセスがあったことが分かりましたよと。この問題は LINE がシステムの管理を委託している中国の会社の技術者4人が日本国内のサーバーに保管されている利用者の名前や電話番号、それにメールアドレスといった個人情報や利用者の間でやり取りされたメッセージや写真のなどのうち不適切だとして通報が寄せられた内容にアクセスできる状態になっていたものですと。まあこれソース NHK なんですけどもね。さてじゃあこれを見た海外の人たちがね、日本の LINE 利用者の情報が中国企業に漏洩してたらしいぞとか、これは最悪だねとか、なんで使うんだよとか、その通りですね、OK もう LINE 使うことできないってことだねとか、中国は信用できないよとか、信用しちゃいけないんだよとか、これに驚いた人なんているの？いるんですかねなんか政府とか自治体の人たちは、担当者はなんか驚いてるっぽかったんですけどもね。次の人、日本のエンジニアだって第二次世界大戦以来ずっとやっているとか、第二次世界大戦中にすでに E メールあったのとか、LINE って第二次世界大戦から存在したのか、中国共産党支持者って本当にすごいねとか、なんかよくわかんない話になってますね。どこもかしこも中国共産党支持者だらけだねとか、私はしばらく LINE 使ってないよとか、WeChat、LINE、Telegram、WhatsApp も使うの。WhatsApp って大丈夫みたいな話じゃなかったでしたっけ？まあ、それ言ってしまったら大丈夫ない言い出したらキリないんですけどもね。少なくとも日本のね、日本国産のね、このアプリの登場を待ちますよね。共産主義者の日本人だって存在するとか、問題なのは中国のエンジニアなの？それともアクセスできたことなの？とか、アップルやグーグルだって同じことしてるよとか、ソフトバンクや LINE からの賠償は？とか、金使ってクラウドサービス利用していないなら君たちは売り物とか、中国は信用できないという新たな証拠だねとか、こういうことに関してはアメリカ企業も信用するなとか、まあ一理ありますかね。で、彼らが世間に自ら公表したことには驚いたとか、安全なものなんて存在しないのか、厳密に言うとそういうことになっちゃいますかね。まあこれはもう日本国内ではね、LINE に問題だらけだったっていうことはね、もうみんな知ってたはずなんですよね。だからまあ一人でもね、その使ってる相手のスマホに電話番号とか名前とかメールアドレスが登録されていれば確実に漏れてるってとこですよね。だから勘違いしてほしくないのは、その本人がね、自分は使ってないから関係ないっていう問題を超えているから、日本っていうもう国ごと禁止すべきっていう話になってるんですよ。そういうことなんですよね。そうそう、そこなんですよ、言われてるのは。だからこう、あなたがね、僕とかあなたが、いや自分は使ってないですよとね、 LINE 一切利用してませんので関係ありません、だったとしても、例えばあなたのね、まあ何でしょう、学校のお友達でもいいですよ、まあ家族の方でもいいですよね、あと会社のね、仲間とか会社で使ってたとしたらね、要はその、なんていうのかな、まああなたがね、学校や会社でね、ちょっとグループでね、使いますね、業務連絡とか、なんかそういう緊急連絡網みたいなのをね、使います。でもあなたはね、いろいろこの情報をアンテナ張ってたから、いや、LINE はね、もう最初からね、やばいよ、やばいよって言われてたからね、拒否します。ね、使わなかったとしましょう。でもあなたのね、例えばこの名前とか電話番号とかメールアドレスなんかをね、あなた以外の誰かがその LINE 上にこの登録していたとしたら、やっぱ抜かれちゃうってことですよね。だからまあその個人的にはね、いやもう使ってないとか、いやもう業務上仕方なく、でもそれだけしか使っていないんでとか、だったとしても
ね、防ぎきれてない可能性がすごい高いってことなんですよね。うん。で、残念ながら日本政府、ね、政府機関、まあ、自治体もそうだし、これ例えばね、そうだな、例えばこれ、警察官とかね、自衛隊の方なんかもね、どうもやっぱ LINE は普通に使ってる人が少なくなかったわけですよね。で、例えば部隊内のね、まあ部署内、部隊内、わかんないですよ。意思伝達に使っているところもどうもあったみたいだし、ね、ある程度の情報はもうすでにね、取られていた。そう考えて間違いなさそうですよね。別にこれ自衛隊の方だとかね、警察官とか、なんかその政府機関、お役所にお勤めの方とかね、たちを責めるつもりは全然ないです。うん。だって、一、ね、その自衛官の人とかね、警察官の人とか、もしいたとしたらですよ。うん。でも、その人は自分の意思とは関係なく、ね、よし、じゃあね、何々部隊ではね、要は、警察のね、なんとか署ではね、今からこれをね、LINE を使って、うんぬんかんぬん、なんていう風に決まっちゃったら、もう従わざるを得ないじゃないですか。うん。だからまあ、そのね、頼むからもっともっとこの上の方で、ね、この日本っていう、その、だから日本政府、国としてね、しっかり情報の管理をしてほしかったですよね。これからはしてほしいですよね。で、まあ、LINE、まあ、お隣のね、アプリじゃないですか。で、そのお隣の政府は、まあ、盗聴することに法的な縛りがないですよね。で、その上、この ISP に対して強い指導力、権限を持ってますよね。だから、非公式な盗聴とかはね、それは諜報活動は、それは多くの国がやっていることですけども、その非合法ゆえに、それをこう、表で活用することって普通はできないじゃないですか。ね。だからまあ、その情報開示に目的とこの範囲を持って裁判所の許可を必要とするんですけども、それをね、常識だと思って彼らを見ることはできませんよね。だってそんなことは元はね、だって誰だって知っていた話なのに。だって彼らはほら、とにかくこの差別っていう、このなんか人権とかね、そういうのをこうね、掲げてね、いや、封じてきたからこの問題が大きくなりますよね。うん。だちょっと状況が特殊といえば特殊なんですよね。うん。っていうかね、このもうね、LINE なんかをもう使ってたらもう自業自得としか言いようがないじゃないですか。ね。何回騙されたら気が済むんですかと。うん。だからもう本当1分1秒でも早く日本政府はこの LINE の使用を全面禁止にすべきですよね。いやもうだって国内で提供する無料メッセンジャーサービスは、だからこのセキュリティシステムのこの安全性をね、がっつりもう二重三重それ以上可能な限りもう確認して確認して確認した上に、ね、しかも確認して終了じゃなくて確認チェックし続けなきゃしょうがないですよね。その上で許可しなければならないと思いますけどもね。うん。ちょっとやっぱこういうところは我々日本国民はね、全員とは言わないですけど、そのお花畑って言われてもしょうがないところありますよね、これじゃあね。うん。だからもし周りにね、この LINE をね、もしかしたらこのニュース知らないっていう人も中にはいるかもしれないじゃないですか。だからまあその使い続けてるね、使い続けようとしているこのユーザーさん、知り合いとかに、ね、個人情報を抜かれているよと、ね、あなたが気をつけていても、あなたの知らないところでね、まとめて吸い上げられているんですよと、やっぱ教えてあげてね、やっぱ利用しない方向にこう、やっぱ進めてあげる、周知していくっていう作業はね、必要かもしれないですよね。うん。もういっそのことこの日本国内でさ、この LINE の事業許可取り消さないとダメかもしれないですよね。だから日本政府は日本に進出しているこの安全保障と日本国民の個人情報を扱うね、お隣の企業とかね、そのお隣系の企業ね、これ中国も含めてですかね、徹底的にね、調査しないとダメでしょうね、一度ね。うん。これ、ね、LINE とあと関連企業ね、集団訴訟で訴えられてもおかしくない案件ですよね。うん、ていうか日本国民は積極的にそっちの方向に話進めていかないとダメじゃないですか。そう、だから LINE を完全終了にも、追い詰めないと、うん、もう二度と日本でビジネスできないようにね、しないとダメですよね。うん、だから日本のこの、日本社会ですかね、この LINE ね、やりたくないなって個人的に思ってた、ね、実態を分かっていた人たちでも、この業務連絡するのに必要だからとかやってよとか、そういう同調圧力がすごかったですもんね。
が、とりあえずね、このチャット機能以外は使わないっていう人も結構いたと思うんですよ。だから普通に LINE Pay とかね、LINE モバイルなんてもってのほかですからね。なんとかしていかないとまずいですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。